おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が今日も皆様にコミュニケーションワンポイントテクニックと時事のなるたけためになる話題を提供したいと思います。高野文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は7月11日木曜日ですね。雨の日ですので外の環境をバックに撮れず自宅のホームオフィスからの発信になりますが、今日はですね、都議選の7日ですね、終わった次の日8日の朝の記者会見で知事の小池百合子さんの2番手につけ善戦したですね、石丸伸二さんのですね、スピーチ、記者会見に対する答えがとても印象的でしたのでお伝えいたします。 NHK のですね、記者がまずこう切り出したんですよね。なんで一番になれなかったのですか。その後日テレのですね、記者がですね、どういう風を吹かせるんでしょうか。この2つに対してですね、石丸伸二さんは、あなた方マスコミが堕落してるから日本の国民がわけが分かんない方向性を見失ってるんですと、しっかりしなさい、勉強しなさいと言って怒られてるんですよね。あなた方の質問は質問になってないと、もっと勉強してですね、質問力をつけなさいと、こう言われてるんですよね。はい、今日はですね、過去に朝発信したらドバーッと1700人も視聴者がついた都知事選のお話、都知事選のテーマを取り上げましたらですね、1700人を筆頭にですね、1000人、800人、500人と普段ないぐらいの視聴者がつきましたので、私も嬉しくなっちゃってですね、クソ真面目なコミュニケーションテクニックのお話ばかりじゃなくてですね、たまには時事の問題を取り上げようと思います。はい、今回ですね、都知事選で、勝利した小池百合子さんと石丸伸二さんですね、なんで成功したかというのが明らかになりました。まあインターネットを見れば言ってるし、本人も言ってますね。はい、小池百合子さんと石丸伸二さんの成功の理由はですね、はい、IT 時代にあった IT 時代、 YouTube ですよ。YouTube を利用した選挙活動をやったからですよ。プラス2人ともですね、私がプレゼンテーションのトレーナーであり、プレゼン協会のトップだから言うんじゃありませんが、プレゼン力です。お二人のプレゼン力はプレゼンテーションの切り口から見るとパーフェクトです。パーフェクト、余計なことを言わないんですよね。プラスですね、シンプルに徹してます。あれもこれもって言ってないんですよ。あれもこれもって言ってないんですよ。たとえですね、 NHK がガンなんだよって腐すこともやってます。しかしですね、明るくこけ落としがですね、上手なんですよ。まさにプレゼンテーション、小池百合子さんなんてはね、帰れとか帰れとか言われてもですね、腐った顔をしないで聞こえないふりする、それもプレゼンテーションなんですよね。何言ってんだって言い返さないのが小池百合子さんが好かれる理由でしょうね。くだらない、駅にならない、喧嘩には乗らないってことですよ。街にですね、
変なモブスターがいたらですね、その道をさっと U ターンして他の道に行くというやり方ですね。はい、今のところまとめます。石丸伸二さんと小池百合子さんが見事に都知事選で成功したのは、 YouTube の使い方がパーフェクトだということと、プレゼンテーションが超一流だということですよ。プレゼンテーションで重要なことはですね、いっぱい言わないっていうことです。あと爽やかなトーン&マナーって言うんですけども、爽やかなトーン、音でマナーをしなさいってことなんですよ。そしてとても重要なことはですね、3つも4つもいっぱい言わない。小池百合子さんの三軒茶屋での選挙演説見てるとですね、東京のサブウェイに全部安全装置をつけたと、ドアにね、全部終わりましたとこう言ってんですよ。東京都のですね、地下鉄に安全装置全部つけました。みんなですね、あれ公約何もやってないってみんな腐してるけど、ちゃんとやることはやってんじゃないって思ったと思います。一方ですね、失敗した例をちょっと挙げておきますが、連邦さんが失敗したのは戦略ミスでしょうね。あの立憲民主党はですね、立憲共産党になったんだなって思われたんですよ。共産党なんかとくっつくからいけないんですよ。ほとんどの若者の票を取ろうと思ってたら、若者がですね、あれプーチンとか習近平のお仲間になったんですねって思われちゃうじゃないですか。今プーチンとかですね、習近平は悪の代表みたいになってますから、悪の代表みたいに見られちゃってますから、はい、立憲共産党なーって言ったわけですよ。見事に彼女は落っこちちゃったじゃないですか。多分ですね、この10月あたりの衆議院選でもですね、立憲は落とすでしょうね。共産党なんですねって思われてるわけですよ。ゆくゆくですね、私自民党もですね、あんなぐちゃぐちゃですね、公明党とああだこうだ言いながらくっつかないで、すっぱりと別れたらいいんですよ。公明党とは手を切りました、我々はもともとの自民党に戻ります、本来の日本を守る保守としての武士道を持った自民党に戻りますって言ったらですね、ちょうど青山さんとかですね、ああいう素晴らしい自民党員いるじゃないですか。ああいう人たちがバリバリ出てきてですね、バッチリ自民党も人気を戻す可能性も私はあると思います。はい、最後に申し上げます。都知事選で分かったことはですね、ああいう大衆の心をつかんでですね、票を入れてもらうのは、今の時代これからはですね、 IT 能力ですよ。 YouTube、 ニコニコをいかに使いこなすかということと、プレゼンテーションです。ぐちゃぐちゃ言わない、トーン&マナー、爽やかなトーンとマナーで、いっぱい言わない、一個に集中して私はやります、言えばみんな、ああ私にもお餅をくれるんですね、はい、今度また5万円ください、また今度10万円くださいってこうなるわけですよ。大衆はですね、これ使ってないですから、感覚でしか生きてません。はい、さようなら。